津本浩二です。今日は10個質問にお答えしたいと思います。最初にお知らせとしまして、この音楽家の思考実現術という本、たくさんの方にご利用いただいてありがとうございます。50のワークでございますので、ぜひやってください。これに対応するセミナーは11月もう終わっちゃいましたので、また来年7月ぐらいのやつにお待ちしてます。で、あと1月に投資トレードセミナーっていうのがあるんですけども、それに対応する本を今書いております。今プロプリン構成をしている最中なんで、ただこれ出してから1月のセミナー募集したらまた満席になっちゃうんで、その前に今週11月の19日の日曜日の14時0分から14時5分までの間、5分間だけ募集しようと思います。で、公式 LINE のお友達になってくださった方は、13時30分から申し込みできるような、なんかシステムにしてるそうです。ぜひ多分秒単位の争奪戦になると思うんですけども、ぜひ今のうちに先行情報、私のホームページから取り寄せておいてください。よろしくお願いします。そしたらソフィーとかクリスティーナがちょっと拙い日本語になりますけど、先行情報をお送りいたしますので、よろしくお願いします。さあ、1番目、ブースターはどのような場面で使用するのですか。例えば歪みがあったら、歪みの前にブースターつけたら、音量がでかくなるんで、より歪むことになりますよね。そういうふうに使うこと。あと歪みの後にブースターをつけると、その歪んだ音が大きくなりますよね。その音量アップのために使うというふうな感じです。もちろん歪むアンプの前につけても同じことですよね。とか普通にクリーンをでかくするときにも使ったりしますね。ものによってはオーバードライブとして機能する場合もあるんで、それはものによって使い方変わってきますけども、2番目、音作りについて自分の好みと一緒に演奏するメンバーの好みではどちらを優先すべきでしょうか。それは環境と状況によって異なりますね。例えば私のバンドに入ってきてくださるのであれば、私の趣味に合わせていただきますし、私がそちらのバンドに入るのであれば、自分の趣味で音作りしていただいて私が合わせるべきですし、それは上下関係ではなくて、その誰中心のバンドかによるんじゃないでしょうかね。もちろんプロデューサーさんがいらっしゃるのであれば、その方の言うこと聞くのは楽かもしれないですけど。3番目、空間系のエフェクターを使うのに適しているのはどのような状況でしょうか。空間系のエフェクターはリバーブとかディレイのことをおっしゃってるんですかね。リバーブは演奏している空間の、残響音が、足りない状態の時に使えばいいんじゃないでしょうか。例えばジャズの、ね、ライブハウスなんかだと、割と絨毯張り のライブハウス多いんで、割と深めのリバーブをかけたりとかよくしますね。ディレイは反射音ですので、どちらかというと音色の補正というふうに考えたらいいかもしれないですけどね。もちろんこれはライブの時であって、レコーディングの時はリバーブは奥行きを、でディレイは横幅を持たせるためのものというふうに感じて考えるといいと思います。4番目、コード進行のアナライズでアーチ状の矢印はどのような意味なのでしょうか。そういうことね。アーチ状ってこうやってね、これ書いてやべえか、余分な紙じゃない、こういう、見ますかね、こういうやつですね。これは5度下に解決しましたよってことです。 G7 から C メジャー7とかね、書いてみましょうか。 G7 から C メジャー7、こういった5度の解決の時に、5-7-1メジャー7で書かないで、こうやって書いてたら5度下に解決しましたよっていう意味になるということです。これはですね、トータルギターメソッドの理論編の何番のかなに、30何番かに書いてます。31番かな、に詳しく書いてますので、ご覧ください。で、このトータルギターメソッド の理論編っていうのは、トータルギターメソッドは12編からなって、そのうちの1編が理論編っていうものなんですけど、この理論編はですね、私が10年以上前に書いたの、猿でもわかる音楽理論っていう、理論の本があるんですね。それをギタリスト用にこう割とこう書き直したものでございますので、もちろん猿でもわかる音楽理論をお求めいただいても、あれはエンターテインメントとして楽しく読んでいただけるように私書いてますので、両方お求めください。ぜひで、わからなかったらいつでも私に聞いていただければと思います。トータルギターメソッドの会員様は Facebook レッスンに入ってきていただいたら、いつでも私に質問できるという権利がございますので、ぜひ、まだトータルギターメソッド自体をお求めじゃない方は、概要欄からぜひお求めください。で、いつでも質問たまったら Facebook レッスンに入ってきていただくとか OK ですので、どうぞやってください。
5番目、安月給の労働者なので事業者に少しずつ移行したいのですが、アイディアが思いつきません。こういったアイディアはどこから得るべきですか？これご自身の年齢とか得意分野が全くわからない状態ですので、一般論としてこうしていいっていうことは、言うのは難しいんですけども、一つのご質問からこう読み取れるのはですね、この少しずつ移行っていうのが、その現状は不満だけど一応現状をキープしながら、あわよくば新しいことを安全にトライするっていうようなスタンスでいらっしゃると思うんで、これが多分現状維持、ホメオスタシス機能っていうのが働いててなかなか前に進まないんじゃないですかね。これがあると、スコトーマっていうんですけど、心理的盲点ですよね。すごいチャンスが目の前にあるのにそれが見えてない状態っていうのが起こるかもしれないので、おすすめなのは、退路を断つということですよね。でもただ、どういった環境の方か分かんないんで、お子さん、小さいお子さんがいらっしゃるんだったら、そんないきなり会社を辞めて退路を断つようなことしたら無責任ですし、あまり変なことアドバイスできないですけど、私がやったのは、当初事務所に所属してた時に、もうこれじゃあ頭打ちだなと思って、もうすぐ会社を辞めて、自分で全くゼロからスタートっていうふうなことをしました。で、割とある程度、なんて言うんでしょうかね、安月給がちょっとご心配でいらっしゃるんであれば、割とちゃんと資産形成をするっていう方向ことをちゃんと、金融リテラシーを身につけて考えるのがいいと思います。で、それを1月のセミナーで、ちゃんと私がどうやったかっていうのを、一から秘密の方法も全部暴露してお知らせするっていうのが1月のセミナーですので、ぜひ、11月の19日の14時00分にメール送信して申し込むようにしてください。それまでにぜひ先行情報を取り寄せておいてください。多分ね、今ホームページからも情報は取り寄せられるようになってたと思いますけど、忘れました。なんか12日昨日にそれがオンになるようなシステムにしてたと思うんですけど、ちょっと忘れました。とにかくね、人数を減らさなきゃいけないっていう、たくさんいすぎると面倒見きれないので、人数を減らすための手段ですので、どうぞご理解ください。6番目、友先生がメサブギーからボグナーに移行した理由は何でしょうか？これいろいろあるんですけど、メディアとかであんまり言ってなかったのは、当時EMG 使ってたんです。今これ欄干ですけど、当時 EMG 使って、でメサブギー使ってたんですよね。でそれで、当時のマネージャーに「妻とこの音って綺麗だよね」って言って、なんか板の音って歪みの音ってなんかやかましいとその方が思ってたらしいんですよ。その方でいいものかないですけど、思ってたらしくて、で私の音聞いて綺麗だと思ったらしいんですよ。でも私、メサブギってあれレクチファイヤーっていう歪み増し方なんですね。バッサリ切る。ただ誰が弾いても均等になるんですよ。で EMG も出力が揃ってるので誰が弾いても整うんですよ。でこの2つの整ったものを利用して綺麗な音を鳴らすのって結構ズルしてるような感じでしまって なんでこうパーリーゲースって割と出力の弱い、ピックアップで結構強弱が出やすいピックアップですね。それを使ってボグナ、下手くそが聞いたら本当に下手くそになるようなアンプで綺麗な音を出すことができれば、私自分の実力で綺麗な音を出してるってことになるなと思ったんで、そのようにしました。割とデビューした後に そういうふうにしましたけどね。その時に 同時にずっとオルタネットだったのにエコノミーに全部変えたんですよ。何もかもひっくり返したんですけど、そういった理由もあります。で、そうなるとね、抑揚が出せるようになったんで、結構一石二鳥でしたね。7番目、スタンダード編、Isn't She Lovely のコード進行で、G サスの箇所は G 分の F ではないでしょうか。一緒ですね。考えてください。G サス4っていうのの構成を考えると、 G があって、で、3度の B の代わりに C があるわけですよね。で、そして F が、B があって F があると。B があって F じゃない。D があって F があるということですね。なので、C と D と F っていうのは結構 Dm7 なわけですよ。だから G 分の Dm7 っていうふうに感じで捉えるんですね。で、D の音省いたら F なんで、G 分の F とも捉えられるということなんで、結構同じっていうふうに考えてください。G7 サス4に内装を足したみたいな感じで考えてもいいですよね。同じことになります。で、トータルギターメソッドの12編の中から、一つはスタンダード編っていうのがあって、私が100曲覚えておくべきスタンダードを抜粋して、私が全部アナライズをして載せてますんで、そのコード進行っていうのは、これ
コード進行もいろんなあるじゃないですか、世界中に。でその中で最も使われているものっていうのを私がいろんなところから抜粋をして選別をして載せてますんで、多分あのネットとかで検索するよりもあのまともなコード進行になってると思います。で結構枯葉以降、まあ、枯葉じゃなくてイズントシーラブリーのスタあのコード進行で検索してもブワー出てくるんじゃないですか。でそれどれがいいですかって私に聞いて、あのこれがいいですよって選ぶような作業をトータルギターメソッドの Facebook レッスンでやってるんですね。それをやらなくてもあのトータルギターメソッドのスタンダード編見ていただいたらもうバッチリということになりますので、ぜひお求めください。まあみんなもお持ちでしょうね、すいません。8番目、ギターと歌のデュオの伴奏のセクションが変わえギターと歌のデュオで伴奏のでセクションが変わるときにテンポが速くなってしまうことを抑えるいい練習はありますか。これも結構私世界中で話す内容なんですけど、そういうふうに考えて練習したり演奏したりするからダメなんですよね。あのね、その歌い手さんが歌いやすいように伴奏しようとか、お客さんが聞きやすいように伴奏しようっていうこと以外考えない方がいいんですよ。速くならないようにしようとかいうふうに考えちゃダメです。っていうのも例えば、事故に遭わないように会社に行こうっていうふうに毎日唱えるとすると確実に事故に遭うんですよ。だから、ノーっていうのは肯定文と否定文が区別つかないので、だからいいことばっかり頭で考えます。歌い手さんが心地よく歌えるように伴奏しようとか、テンポがどうなろうは別にもうどうでもいいと。もしその歌い手さんが心地いい状態っていうのがテンポが均等な状態だったら自動的に均等な状態になりますしね。であのテンポが均等であったらあの100点っていうことでもないんですよ。私も例えば歌い手さんがハイトーンちょっと伸びは悪いなと思ったらわざとちょっとテンポ上げて歌いやすくしてあげることってよくあるんですよ。でそれによって歌い手さんも歌いやすいですし、お客さんも聞きやすいですし、みんなウィンウィンの状態になるんで、だから、あのプラスのことを考えて練習したり演奏したりしましょうってことをあの ISM ギタリスト養成所では、教えています。 ISM ギタリスト養成所のレッスンっていうのはこういうものです。俺とちょっと厳しいんですけど、はい、まあ、とにかくお分かりいただいたいの聞きたいのは正確性を競う競技ではないので、そのように考えない方がいいと思います。はい、9番目、ナイル・ロジャーズのグルーヴが日本人では出せないというのはなぜでしょうか。それが分かれば私できてると思うので、私できないんで分かりません。10番目、トータルギターメソッドはプロ志向とは性質が異なりますか。そうなんですよ、トータルギターメソッド私買ってください買ってくださいとは言ってますけど、あのここで ISM ギタリスト養成所とはちょっと違うんですよね。 ISM ギタリスト養成所はプロ志向のギタースクールとして機能してますので、ちょっと厳しすぎるんですよ。でトータルギターメソッドの内容なんていうのはもう前提知識として知っとくぐらいの内容ぐらいで生徒たちに言ってます。うん、まあだからトータルギターメソッド全部を理解して暗記をしている人が100人いたら、その中の1人が、その中の 100人がプロを目指すとしたら1人ぐらいがプロになれるぐらいの確率なんですね。そのためには割とさっき言ったことでようなその理念的なことであるとか、心理面であるとかメンタル面であるとかっていうのをちょっと鍛えなきゃいけないので、ちょっとまあ、あのトータルギターメソッドさえやってればプロになれますよとは言えないんですけど、はい、あのぜひあのやってください。よろしくお願いします。はい、以上10個質問にお答えいたしました。トータルギターメソッドあのとよろしくお願いします。音楽の思考実現術よろしくお願いします。あの公式 LINE でお友達になっていただいたら日曜日の11時30分になんかあのためになる配信をしたりプレゼントをしたりしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あの今年はもうセミナー全部終わりましたけど、来年のセミナー、お待ちしてます。11月19日の2時ぴったしに送信するようにしてください。今多分先行情報を取り寄せておくと安全でございます。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。